年金の催促が来てるんですが、無視していいですかね。年金払っとくと、障害者年金もらえますよ。突然事故って、右足なくなりましたっていうと、障害者年金で一生食えるんですけど、その障害者年金がもらえなくなってしまうっていうのがあるので、リスクを考えると年金を払っといた方が得なんじゃないかなと思います。なので、将来のことに関して年金払っても戻ってこないよねっていうのは確かにそうだと思います。払った額ほどはもらえないと思うんですけど、ただ障害者年金みたいな形でメリットがある可能性があるので、民間の生命保険に入るぐらいだったら、年金払う方が全然いいんじゃないかなと思います。